重装不評、重装不評、重装歩兵、ヘビーインファントリー、ホープライトは、兜、銅、スね当て、盾による、重装備の防御を施した不評。世界各地に発生して活躍した。ラテン語では、ホップリテス、ホップライツ重装不評、検討士の場合は特に、ホプロマックス、ホップレマキス重装検討士と呼称される。重装備の不評を指す。 一般的には、鎧兜とや袖、灰立て、すねあたり、かご手などで身を固め、剣や、片手刀、鈍器、手槍に立て、長江の武器、太刀などで武装する兵種で、世界各地に存在していた。重装不評は、石や矢などの投射兵器でも、容易には傷つかず、一般的に、長期間の訓練を施された主力の兵士であって、戦場に踏みとどまる能力に長けていたと思われる。 短所としては、動きが鈍重であり、弓矢や石弓の扱いに向かず、起伏や足場の悪い地形には向かない点が挙げられる。重装不評同士の陣形戦では敵に圧力をかけ、陣形を損なわせ、戦線を破綻させてしまえ、あとは個別兵士に対する集団的殺戮が待っているだけであり、戦勝側の損耗率5%以下で敵の重要な将軍や、 市民の大半が殺害されてしまうことが通常であった。この意味で古代の重層不評による人形戦は文字通りの決戦手段であった。古代ギリシア世界の重層不評はホップロンと呼ばれる盾を持って戦ったことからホップリテス複数型でホップリ隊と呼ばれた。ホップリテスを務めたのはポリスの自由市民と居留外国人であるメトイコイで兵役は 市民の任務とされていた。トゥキリデスの戦士、ペロポネソス戦争の歴史によれば、当てない市民の重装不評は1万人を下らず、メトイコイの重装不評も3000人を下らなかったと、される。ホップロンは、木に牛皮を重ね枠を正道で補強したもので、走る際には著しく邪魔になったが、配送の際に盾を捨てることは、甚だしい不名誉とされた。 歴史的にギリシア文化圏においては小型のものが用いられ、他に制動製の兜とすねあたり及び比較を固めた鎧。マケドニア兵は鎧を傷盾を強行代わりにつけたを装備して戦った。ホップリテスはファランクスと呼ばれる密集体系を組んで戦った。盾を左肩の力で保持し、露出した右半身は隣の不評の盾で保護した。 この陣形は正面に対しては大きな防御力と破壊力を持ったが機動力のある騎兵などによる側面、背面攻撃に弱点があった。そのため時代が進むと中央に重装不標密集陣を展開し、側面を騎兵部隊によって護衛。前方には軽装不標などによる三平線を形作るようになった。主な攻撃用の武器は マケドニア王国の勃興以前には、片手で肩の高さに構える槍、マケドニアのファランクスでは両手で握る槍、サリッサであった。通例、戦闘後に戦場を支配する側が勝者とされ、その場所に戦利品である敵の鎧兜のうち最も見事なものを使って、戦勝記念碑、お立てアレスや、その他の神に捧げた。それは神聖死され、次に、 同じ場所で戦いに勝つまでは何人もこれを取り壊すことは許されなかった。ローマ軍団の重装不評は当初はエトルリア経由で導入されたギリシア式の戦術を用いたが山岳民族サムニウム人との戦いの中で戦列が乱れることに弱い密集隊の欠点を克服した三回戦術を取りようになった。攻撃用の武器は投げあり、ピルムと剣。 グラディウスであった。防具には、制銅性の兜や、鉄製の鎖か扉、ロリかハマタを用い、盾、スクトゥムは、体の前面を覆うことができる、大のものが採用されるようになった。戦国時代に入って、戦争形態が戦車戦から不評戦へ移行すると、共に重装不評は、軍の主力となった。大国同士の大規模な戦役が増えた。 戦国時代後期の重装不評は、鉄製の兜と鉄製の袖付き小山で鎧を装備して、革製の靴を履き、片手で扱う武器の場合は、漆で固めた比較的小型の木立てを構えた。武器は、制銅製の剣や、銅製の老賀棒が盾と共に用いられたほか、両手で扱う、長いの鉄製の矛、槍も含むや、鋼鉄製の劇、 青銅製の矛が使われ、また石弓が大量に投入された。日本では古代、アスカ時代以前には、矛と盾を持つ重装不標が存在したが、その後不標による密集戦を必要とする戦争形態は、国内では失われ、ついで国内の小規模紛争を効率よく鎮圧する、聖域和紙として武士が台頭した。その後、 戦国時代になって、重装不評は戦闘員の大量動員と武具の支給が可能になった大名領国間の紛争において、足軽部隊として再び台頭する。足軽は平安時代当初は部隊に先行して、敵集落を放火して回ったり夜間にゲリラ活動を行うような増票のことを指し、装備もせいぜい戦闘員であることがわかる程度の竹や木で作られた形ばかり防具を備えた。 系譜表集団に過ぎなかったが、戦国末期ともなると勢力同士の決戦に動員される足軽府標には、鉄製の具足が支給されるようになり、ながらやり、弓、鉄砲や刀などの両手で扱う武器を使用して戦った。盾は具足の中に組み込まれ、本格的な矢よけや玉よけには、設置式のおけたてや竹束などが使われた。文献には、備えと呼ばれる。 諸兵下二百から五百人程度の規模で構成された部隊が見える。また、朝鮮戦役の記録には、数人、または十五から三十人を単位として、分散突撃を観光した様子が書かれている。古代の戦闘形態は、不明な点が多く、古代の文献をもとに、発掘された遺物や壁画、武器や壺の絵などから想像されたものが中心となる。戦闘形態は、不評中心から、 騎兵中心へと進化したと捉えられがちであるがこれは、私学的根拠のある推測ではなく、アリストテレス、政治学には、当初は騎兵が軍事力において卓越していたの国政は、貴族性であったが、その後重層不評が国家の戦力の中心になると民主制となったとする。考古学の観点ではそれ以前に、ヒッタイトやエジプトでは、チャリオット、 戦闘馬車が使用されていくことが知られており、戦闘馬車は、騎兵戦力に駆逐され、やがて騎兵が重層不評に駆逐され、古代民主制国家が成立したと見られている。古代末期には、戦いの形態は、勢力同士による海戦から、北東方面の民族からのアダ略とそれに対する、迎撃追撃に焦点が移り、機動力を重視した騎馬による軍事編成が重視され、 また、アブミの伝来により、駅兵の重要性が高まった、ため、重装不評は、戦場の主役の座を退いた。金世に入り火器が発明されると重機兵の強みは、失われ不評が再び主役となったが、その多くは火器を装備した、軽装の三兵であって、スペインで発達した、密集人テルシオにしても、長装、バイクを装備した槍兵の防具は、比較的軽装であった。装甲兵は、 要塞防衛など、戦局の往々においてその強みを発揮することがあった。ロドスト攻防戦が、火器の発達や、大砲の破壊力の増大により走行そのものが役に立たなくなり、また不評が人形を組んで戦う戦術的な意義も低下し、傭兵の闘争を防止するなど、運用面での要請以外に密集人形が採用されることはなくなり、車線形成のために渋滞。 横対列を形成することはあても、もはや重層不評と軽層不評による戦列は消滅した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。